皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、10月30日、16時21分。まあ、これ、だいぶ前の、我が殿下、戦国府部の、まあ、コメントなんですけども、尾張さんっていう、まあ、プレイヤーの方が、だいぶ私の内容を、まあ、誤解されていたと。ちゃちゃ。サイヤングの際はサイクロンの際やって、まあ、ワーリさん何か勘違いしてるんですけども、それテレビ局が言ってるだけ。テレビ局もともと嘘。嘘が多すぎる。で、人を病気扱いしてるけども、あと次、こういうコメントの内容とかね、これ全部間違えてるから、記載してる内容。で、僕はこちらに、ちゃんとしたね、状況を、記載しています。どういうふうな見方とか読み方をしたらそうなるのか、文章結構的確に書いてるし、あとは、まあ、神戸市、ホームページ、淡井圭介の履歴の文章の方の、淡井圭介の履歴前半後半。で、その辺のところで、あ、この人若い頃から各大臣と、皇室の人たちと、あ、つながりがあるんだ。各世界中の政府の、その後上層部に上がっていた人たち、オバマさんも確かそうだったから、当時から、その後国防長官になられた方とか、もう、フルーツが、フラーバッグいっぱい来て、で、未来からの時間軸が声を聞こえてくるっていうのは、もうみんな認めてるんです。ほとんど多くの人が、テレビ出てる人はね、長年。で、そういう中で、だから僕からしたらね、私が提唱する河川水門回避式ダム発電とか地下水流トンネル発電。まあ、かまど発電は、英語とかで置き換えると、バイオマス発電ということになるんですけど、もともとね、金属を昔から溶かしてたんですよ。武士がいた時代の頃。だからもうすごい昔ですね。だから京都に幕府があった頃とか。だから、まあ1000度以上、まあ、木炭とかで、金属を、溶かしていたと。だから作り方とかあるんです。石炭から木炭。それ僕のホームページから見れるようにしています。で、まあ、これね、本当に、ホームページに書いてる通りで、僕は気持ちいろいろ変わっても、皇室の方たちの方から会いに来たりとか、各大臣とか会いに来たりだとか、そういうことはいっぱいありました。で、菅さんも確か僕と会ったことある方で、安倍さんの方は、まあ確実に僕と会ったことある方で、あの人、神戸製鉄所の役員で、岸信介さんの、お孫さんであると、責任問題で引っ張り出されるんですけども、大体総理って、もうどこの国もそうです。大統領って、上の方の世界ってそうなってるんです。で、法律で言うともうそうなるんですよ。第二次世界大戦とかいろいろあったから。で、まあ、僕からの提案で、安倍晋三さんを日本で一番、任期の長い総理に、して外交を固めましょうと。そういう形で話持って言ってたんですよ。で、エネルギーの残存量の問題、これはもう、みんな本当にこのこと、重要視してもらいたいんですけども、本当にガスも採掘可能の、技術的採掘可能な埋蔵量、世界中で49年分しかないんですよ。メタンハイドレート込みで、あんなもの掘ってるから。で、もうだいぶ前のニュース平気で流してくるから、テレビ局。で、最近までね、報道ステーションとか見てた人だったら、ラリーのレースが、流れてたでしょ。で、またヒロドっていうアナウンサーが髪の毛染めた海洋気温法すら守れんやつがヘラ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 笑いながら言ってるでしょ。みんなをバカにして、もう楽しくなってしょうがないの。多分あれもう以前のニュース。もう一回豊田章男さんとかに見よったから。あの人とももともと会ってるんです。で、君に言われるんだったらいいっていうことで、もう昔めちゃくちゃ怒ったことあるんですよ。ラリーレースで、ね。発展途上国の国とかで広げて、カーブのところで見に来た中に思いっきり引き殺しよ。あんたたち何人殺すつもりやねんと。謝りに行ったんかと。業務上過失致やぞと。分かってるのが事態よって。ガソリンの残存量から何から何までって。どうなっとんねん、ここの会社はと。それ最初怒られたの、日産さん、多分。で、そこから合併話だったかもしれない。で、ルノ。で、もう向こうも逃げれんようになるから。カルロス・ゴーンさんも。で、もう、それ、最近ね、僕は YouTube で、もうええからやめんかいっていうことで、またラリーエース開いてたんか、もう、トヨタ・アキオさんもここ来て、一緒にここ来て、謝ってくれよって僕に言って、めちゃめちゃ怒った YouTube をアップして、それでやっとラリーレースが止まって、
で、多分以前のニュースを放送してからかわれていたっていう現状。僕だけじゃなくみんなが。ね。僕はテレビに向かって言ってもなかなか効力はなくて、まあ動画でアップロードして、もうまあ長ければ1年ぐらい真面目に仕事しようんですけども、もう3ヶ月ぐらい持つの、本当に。めちゃめちゃ怒って。でもいろんな人たちがそれ叱りに行ったりとかしてくれて、お金、もう最悪お金流れとか買えるから、本当に。だこの辺の三井住友銀行で、もともと三井と住友グループだったでしょ？三井グループと住友グループ。で、そういうのは 20.1 番のね、ホームページ、淡井圭介の行きの、証券会社とかの関係のね、まあ、この辺知ってもらって、3分の1人前。まあ、尾張さんの話がどこからどこまで本当かわからないし、まあ、確かに市議会議員とか、県議会議員とか、入れたら、世代交代とかもあるから、何千人っていう数になるんですよ。知事市長も議員だから。で、まあ、尾張さんがなんか元議員をしてたとか、記載されてましたけど、それ嘘だったら本当言っちゃダメだから。喋ってる内容とかで、この人知識あるかなどうかわかるから、知識ないまま議員になった人間なんかもう大変なことになるから、あの、参政党の人たちとか、女子 48?とか、なんかわけのわからない党が出てきて、ちゃんと、差し押さえられてるでしょ？法律わかってない人間が出しゃばってきて、言うような世界じゃないですか、本当に。で、まあ、皇室の人たちとの関係は、まあ、説明したとして、で、その結婚話云々とかで、そのね、もう、佳子様っていうこと言ったんですよ。それを、紀子様が家族になったら助けますっておっしゃってくれてたことがあって、その前に僕は、まあ、佳子様とどうですっていうようなことは言ってみました、自分から。まあ、昔から、僕のこと、結構、好んでくれていたから、子供の頃ですよ。子供の頃。一緒に、フルーツラーパーク内、ふみと様たちに、まあ、散歩でも連れてもらえますかって言われて、まあ、佳子様と眞子様、またその頃は悠仁さま生まれてません。で、フルーツフラワーパーク内をいろいろ散歩した。で、その頃から、まあ、気持ち変わっても様子見に来たりだとかで、いろいろ、まあ、会いに来られる方は、もしかしたら当時の総理たちも会いに来てくれてて、僕は忙しすぎて、気がつかなかっただけかもしれないし、例えば大阪ヒルトンの、王朝っていうレストラン3階の、そこは関西ナンバーワンの売り上げのレストランで、そこの売り上げを超えれるとしたら、まあ、東京ぐらい、九州とかじゃ無理ですね。やっぱり人口規模云々がありますんで、流れてる経済の話がありますんでね、給与の算定表の話があって、あれはその土地代とかがね、給与の算定とか表とか、その最低賃金法は各都道府県によって時間給が違うのも、土地代が違うからなんですよ。人口密集地帯だったら土地代が高いから、だから基本給が高くなるんです。そうじゃなかったら絶対無理だから、みんな。で、この辺でも僕も前から分かってたんです。もうこれもう ほとんどの人は、もうこの辺の多分9割ぐらいの人は、もう今の時代3000万円以上する一軒家なんか買ったら無理。20歳で結婚できたとしても、で、購入したとしてもローン組んで、無理かもしれない。倒産なんかいっぱいあるから。本当に。で、もうこの辺にも、僕のすぐ家の斜め向かいのところの家とかも、空き家になってるところが多いんですけども、立派な家ですよ。駐車場付きで、2階建ての。綺麗ですよ。で、まあ、出て行くときに、最初から無理だって分かってたことだって、まあ、僕に、まあ、意図的に、まあ、分かりやすく、まあ、最低限彼にも教えてあげないとダメかなっていうところで、まあ、言ってくれたのかもしれませんけども、状況、実際そうなんですよ。もう、2003年に個人情報が出来上がって、逆三角形で、ね、もう少子化がすごい勢いで進んでるんですよ。で、出生率は 2% で人口横ばいなんです。で、今 1.27 ぐらいなんです。世界の出生率で見たら、まだ 1.4 の数字が出てくるかもしれませんけども、1.27。で、もっと突き詰めていくと、最近僕のホームページ、淡井圭介の利益の、まあ、一番見てもらったらわかるんですけども、人口のところでね、これ昔も僕気がついたんですよ。秀和株式会社で勤務してた時に、まあ、それはもう2006年、7年ぐらいの頃、神戸市の北部に三田市っていうところがあるんですけども、一軒一軒ね、前輪の地図って表札名入ってるんですよ。かなり拡大された地図で。
で、それを三田市内全部つなげた、もう部屋一面ぐらいの大きさの、ものすごく大きな地図を秀和株式会社で作ったことがあるんですよ。三田市のこの人口10万ってどう思うって。で、僕たちが巡回した地域は、自分たちで、ね、チラシを片っ端に家に投函していったから、家の件数大体わかるんです。多いところで、大体、1800件ぐらい。大体1700件ぐらい。少ないところだったら1500件とか。で、ごくたまに集合住宅とかいっぱいあるところで、2200枚、ビラ、もしくはチラシという名称で、まあ、持っていく。まあ、何曜日に巡回してきますと。だから、それも巻いてきた自分たちの感覚で、それ以外のところ、人が集まってる住宅地なんかないよっていうことで、自分のね、記憶をたどって、家の件数がね、そもそも三田市内に1万件ぐらいしかないんですよ。で、三田市の発表が10万人なんですよ。ね、テレビで嘘の戦争のね、放送ばっかりしてるでしょ。ね、はっきり言って誰も頼りにならないんです。本当に。みんな分かってないもん、物事ずっと動かしてるんです。この世の中。で、エネルギーの残存量問題は昔から陛下とかも知ってます、成人様の。で、その辺のところとかもあって、岸田さんは東京都出身の人間だから、僕は皇室の人たちの、公務の、ね、似てわからない。向こうも、あらかじめ公開なんかしないから。もしもがあったら、あれだから。だから、12月28日にもう一度皇居行きますっていうことを今年言ってるんですけども、2019年に、皇居行ったんですよ。で、佳子さまに、会いに来ましたって言って、皇宮警察の人が、じゃあここに、それだったらここにいてくださいっていうことだったんですけども、その人は、よく見た有馬警察署の人で、僕が窃盗犯捕まえた時に、一緒に調書を作った警部補以上の人だったと思います。調書を作れるのは、調書というか、まあ、調書という呼び方で良かったと思うんですけども、書類送検する時の検察庁へ。確か、法律で、警部以上だったはずですよ。で、まあ、それも逮捕するとき大変で、刑事訴訟法でね、一般人にも逮捕権あるんですよ。悪いことしてる人見たら。ね。その代わり絶対、警察官に通報して、警察官に絶対引き渡ししなきゃならないんです。これが法律のルールなんです。で、その窃盗はもういかにもっていうやつ、髪の毛茶髪で片っぽの耳に、ピアス3つもつけてるやつで、もうセットは、もうスーパーマーケットでちょろ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 、もう見苦しい男として、本当に見苦しいものを盗、もう何回も盗んでたみたい。最初は、その、老人の人はね、まあ、Gメンみたいな人ですよ。若い、その、そいつをね、ちょっと君待ちなさいみたいな形で、こう捕まえていて、で、僕から見たらね、最初、揉めてるように見えたから、あ、ちょっと揉めるのやめましょうと。今警察呼びますから、間入ってもらいますから、そこでちょっと落ち着いて話しましょうと。殴り合いになってもあれでしょっていうことで、そしたら、その男が動き妙で、逃げようとするから、そつかまないでしょ。で、いいから、お前、盗んでないんやろって。じゃあ、盗んでないんやったら今警察来てもええやろって。で、なんで逃げようとすんねんって。今から電話かけるから逃げるなよって言って、で、まだ逃げようとする、捕まえる。で、ここ掴んできたからこっちももう激怒しちゃって、お前どの誰のもんに掴んどおれんって、本当に。もうね、そっから壁に押し付けて。で、で、一応ね、通行人の人たちいっぱいいますよ。岡場駅の近くだから。だけど、もう誰も通報してくれない。警察呼んで、警察呼んで、言うてんのに。自分より一回り体大きい。その時体鍛えてないから、本当に。簡単。ベルト掴んで、こう体から押し付ける。相手の方が体大きい場合、浮かせてしまえばいいの。足腰が踏ん張れる状態が一番危険。腰の入ったパンチとかを打たれてしまう危険性があるから、だから、そういう状況、前を詰めておく。で、そこまですれば投げ技もできないから。で、もう、もしそこで本当に殴ってきたら、僕も殴ります。絶対に。それも正当防衛で通りますから。で、それせんかったら本当に危ないとか危ないから、本当に。で、それもでも、もうこれ本当絶対無理なんですよ。僕通報してって言ったらもう誰か通報してくれなかった。これ無理だから、本当に。片手で携帯電話、お前本当次逃げんなよ、逃げんなよって言って、逃げんなよって言って、で、それで通報しようとするでしょ。片手だから逃げられるでしょ、絶対。また追いかけるでしょ。
使わないでしょ。それ1時間繰り返して我慢の限界来て、もう後ろ取って、さすがに首絞めちゃダメですよ。首絞めたら本当にそれ危険行為だから、まあ、口のあたりとかをね、こう、締めて、まあ、ちょっと、ある程度の力で、僕も体鍛えてないから、正直、こうやってね、思いっきり自分が力入れたところで、5分以上持ちこたえるかって言ったら、みんな、どうです？ね？ 2、3分ぐらいで正直もう、腕力入らんようになるでしょ。全力でこう、アイデア掴めて、こう、腕に力入れていたとしても、かといって首絞めるわけにもいかないから、本当に。で、まあ、それでね、結局、その、捕まえてた老人の人がね、もう出せと、とにかく出しと、なちょっと優しい声で言い始めて、もうそいつも、もう頭も限界来てたから、もうめちゃくちゃ大きい声で、15分ぐらい説教していて、もう泣き出しよって、ほんとしまい目に、本当に。もう20歳前後ぐらい、みっともない。そんな年でセットもなんか。そして最後は挙句の果てに抱き出しようってあほかこっちはお前1時間も時間取られこんな後長所2時間くらい時間取られねんぞほんとで、まあやっとこっさ警備員とか来てで警察呼びますっていうことになってもう現物出してるからしょぼいいや、かといって、絶対窃盗しちゃダメですよ、強盗とか。あんな貴金属いた。完全に強盗や、強盗。それ絶対金庫系や。まあ、話戻しますけども、まあ、その時のね、調書書いてくれた警察官の人が、あらかじめ言っておいてあるんですよ。テレビ局を通して伝える方法で。で、皇居はね、もう、佳子様だったら、ここにいてっていうことで、その警察官を言って、後ろの警察官の人とかは、テレビに出てるんだったら、うわ、アナウンサーで、青で、絵で、合ってるわーとか、みんないろいろ電波で聞こえてきて、いろんな別々のこと言うから、僕もエネルギーの残存量問題の重要性ぐらい分かってるから、節約のこととか誰かがテレビに出て言わなあかんと。テレビで先に言ってしまえば特許のね、申請のことについて、証拠作りができると。まあ、そういう一面もあると。個人の権利もの 2.5%。グレイの、メンバーの人たちも、自分たちのレーベルを、裁判して、自分たちのね、権利をちゃんと守った方で、ちゃんと一人当たり 2.5%。CD とかの売り上げ。それは、僕のホームページ、淡井圭介の利益の、グレイ編に、これはね、64番から65番、まあ、一旦一時停止とか押してもらって、そこの下、一番下のところに、その裁判の内容、書類出てきますから、アクセスできるようにしています。公文書公開っていう法律があるんですよ。国の、書類とか何でもかんでも公開しなきゃなんないです。本当に。だから、黒字なんかしたら、大体の場合は隠蔽です。個人情報とか、特定機密保護法案とかで勘違いする人いますけども、時と場合によってはそれ隠蔽になるから、状況、あんたもう聞いてしまった方だから、そんなことで個人情報保護法なんかで逃げようと思ったら、すごく大変なことあるよって、そういう話なんですよ。で、話戻しますね。だからもう、そこで皇居で会おうとしてくれたんですけども、皇室の人たち。だけども、そこでまた車回すからとか言ってきたから、ここ、皇居やし、確か赤坂御所に秋篠宮家の人たちがいるはずだし、まあ、まずはそちらかなとか、その日本国憲法でね、ちゃんと天皇陛下は、国政に関わってはならないっていう形になってるんですよ。だからそれ分かってるから。まあ、だからまあ、とにかく、秋篠宮家の人たちにって、僕もよくわからないです。僕の家の横を各議員の人とか歩いて通り過ぎて、それで来たふりしてまた帰っていくから、もうみんなで責任のなすりつけ合いで、金額はもう尋常じゃないことになってるから、これ誰責任の話になった時に、とんでも、もう我が天下と戦国不武、これも、もう日本に一回使者置いてくれてましたけども、陳南とかっていう会社名、中国では。で、そのすぐ早々に引き上げたんですよ。
中国本土の方へいろいろ何かいろんな人たちが僕の件でね、叱られに来てたみたいで、本当にね、もうそうなってしまったらね、国通して、相手の国の企業へ訴えなきゃならないんです、裁判、法律的に。で、個人、まあまあ裁判所、まあまあ、を通してっていう形になるんですけども、うん、その、まあ、どちらかというと、政府が動くような形にな、まあまあ、まあ、もう裁判所自体が政府なんですよ。これ分かってない人が多すぎるから、あかんとか、大丈夫ですかね、いろんなプレイヤーの人たち、まあ、多分、学生さんも多分いると思うんですよ、本当に。かんっていうのは役人さんのことで、国会議員とか、ああいう人たち、都道府県知事とか、市長とかも議員なんです。ね。かん。かんなんです。分かります？官民一体のじゃあ民の代表って誰なんだろうって、経団連の今だったら徳倉さんとかバックカジノの会長徳倉さんでびっくりして知らなくても答え最初から合ってたんで、徳倉さんとかの方でなんとか万博やらさせてくださいよって言っていて、徳倉さんもお手上げで、もうあれね、万博もオリンピックも誘致した国がお金出されるんです。わかります？ほとんど。一応万博は A タイプ、B タイプ、C タイプがあって、A タイプは他国がお金を出して出展するんですけども、B タイプ、C タイプは日本のね、行政とか、もしくはメーカーがね、お金出して建物を建てる万博にもの言わせて、建築業界が身勝手に高速道路、いいですか、すでに夢すに向かって地下鉄作られた後なんですよ。あんなもんね、神戸市の三宮からポートアイランドの下を通って、一応神戸市にもその先に、空港があるんですよ、神戸空港っていうところ、そこに海外からお客様の誘致で新しく地下鉄通す2000万いる、はぁ、もっとお前取り返すん、どんだけ労働力いるか分かってんのかって、一兆どころの売り上げじゃ足らんぞって、もっと取り返すん、純利益でそれ作らなきゃならないんだからって、あかんよそんなことしたらっていうことで、共産党の人で選挙出てる人が、もう神戸市の港浜で見かけたからある程度の声の大きさでちょっと言うといて、ある程度の声で言ったらみんなに聞こえるから、通り過ぎてる人たちその辺の商店街で僕のこと知らない人まずいないから僕の生まれたすぐ近くのところで、そこのね、講演会の人が今選挙中ですから、ちょっとこちらへって話聞きますからっていうことで、いいですかって、2000億円の地下鉄を作ったらね、それだけの税金が投入される、はっきり言いますよって、あなたたちも、神戸市議会の方たちだったら淡井圭介のこと知らないわけないでしょって、こんなもんいつまで円安になるか円高になるかわからないですよって、こんなもん僕の一声で海外からのお客さんの誘致増えたんだからって、それを中国とかに頼んで、中国政府とか韓国の方とか近隣の国とか、まあ、テレビ局もある程度それに合わせた動き方とかで僕の提案した番組とかも放送してたんですけども、それを海外で放送してもらってある程度興味持つから、それはもともと日本のその個人商店さんとかね、中小企業さんたちが苦しんでらっしゃったから助けてあげなきゃならないかなと思って、まあ来ていただく、まあ、向こうで、ね、少しずつでいいんで、増やしてもらえませんかと、中国政府の方にね、でそれに合わせて少しずつ増えていってくれた方なんですよ。いきなり極端なんですね、数倍増されたって現場追いつくわけないでしょ従業員の方がたまたまじゃないじゃないですか。それでちゃんとボーナス出す、ボーナス出す経営者だったらいいですよ。それピンハネするやつらはピンハネするから本当にもう僕もそこの訴訟に参加したくなるからこっちも証言で助けるっていうこと本当に、だから僕はされてきた方だからピンハネ、本当にボーナスがそれ、しょうよ。頑張って売り上げ、ものすごい売り上げ出してきた人には、ちゃんとボーナス出し上げないと、しょうよって書いてるんだから、しょう、しょう、わかる？オリンピック、金メダル、銀メダル、ね、銅メダル、しょう！それで、賞金とかも、誰かが、もう、金メダルだけでも、あれ1個売ったら500万するのに、絶対500万以上する。金。金の相場は、ある一定の相場を、保ってるから。で、それプラスお金までつける。で、
国際大会で、一応、オリンピックよりも世界選手権とかは、メダルは、一回り二回り小さくなってますよ、金メダル。それで、金メダルそんなにたくさん、あっちこっちで取ってきたのって。安倍さん、歴代日本一番人気の長い安倍さんって、もともと内閣の人たちとか、政府にいろいろ間違いがあるから、20%返納とかずっとしてたんですよ。自分たちの年収を。あの人たちだって、期間限定でしょ？総理3年以上いた人なかなかいないでしょ？ね、期間限定との人たちなんですよ。その安倍さんですら、年収、どのデータが本当なのかよくわからないですけど、もともとはね、大体数百万円ぐらいなんですよ。大体総理の、年収って。だから一月の給与が、200万円ぐらいだったかな。じゃあ、それは各自でインターネットで調べてもらったらいいと思うんですけども、それにね、ボーナスとか、いろんなものが、ついてくるような形になっていて、で、退職金、どうも、住居手当、扶養手当など。で、その安倍さんですら2400万円で頑張ってたのに、ちゃんとご自分で言ってたんですよ。この年でそんなにもらってたら笑われますよって、真顔でね。ちゃんと分別わきまえてる方だったから、その岸信介っていう、元総理のお孫さんでいらっしゃるって、これ、もともと総理もね、もともと責任問題もありますけども、もう僕と会って大臣になった人、50人以上いるんですけども、総理含めて、で、ほとんどの人が起訴されてるのか、本当、民事か刑事かどちらか。だからもうこれ本当に、じゃあ本当、もう法律を本当にちゃんと読み込んでくれたら、わかると思うんですけども、法律の中に矛盾いっぱいありすぎるんです、本当に。一法律だけで動くやつらが一番危なくて。本当に大真面目な話、そうだから。で、そのね、話、戻します。秋篠宮、その皇居行った時の話。あれ、8月かな、9月かな、それぐらい、多分夏休みだと思いますね。そこだったら多分休みだから、さすがに皇居にいるだろう。本当、公務の日程なんかあらかじめ公表しないから、僕わからない。だから、一応伝えたっていうことは言ってくれるんですけど、返答で、報道の人たちとかが。ほとんどの報道関係の人たちも、もう今、もうほとんど 行方不明になってく、女性アナウンス。ほとんど淡井圭介と結婚話して出てきた、テレビ出てきた人間。それがなかった、それがなかったで、向こうも無理だから。阪神・淡路大震災の被災者を助けるテレビ局で、それでね、正社員雇用みたいな形で置いてもらえる。だから僕は本気でめちゃめちゃ怒り始めた時の理由、わかるでしょ？それだけじゃないから、押切もえとか、海老原由衣とか、あと加藤夏希とかも結婚話してから、加藤夏希もう高校生の頃から聞いて、そんなとこ、あい、え、秋田県 親何って言ってるの？ そんな話をものすごい数で言いに来られて。名前と住所、電話番号、わかれんわかれん。何件か最初聞いたけども、電話代ものすごいことやねん。ものすごい、その時携帯ね。ちょっと待って。大学出てからも、でも待ってくれていいとか言い始める。もう、ほぼ全員がそれ。西尾ゆかりとか、小林真山とかもそうだし、本田朋子、平井理央とかもちょっと年下だけども、そいつは、大学出る前よ。高校生なるか、高1かどうかで来た方や。高校生なんか働かされへんからって。一応18歳以上だったら高校生でも働かせるけどって。ちょっと何も入れ込んで。僕のせい。ちょっと。僕人材派遣会社。一番最初に。わかるでしょ？切り捨てられる方って。いや、今うるさいっていう声聞こえてきた。いや、海老原由里の声なんですけど。海老原由里やってましたけど、海老原、妹も来ていて、
妹の方はね、礼儀正しかったんですけども、海老原どうしきりもね、海老原ゆりは、平気で敬語なしで喋ってきて、僕より年下なんですよ。二十歳前後ぐらいの頃、年上の人は普通敬語使わないでしょ。いつもこいつも髪の毛染めて、僕もテレビ局の人で、いやもうこんな連中を切ってますけど、本当に大丈夫ですかって、向こう、出版社新しく本出したとか、それを売らなくて、回るところでも、ねえ、写真写ってるだけで正社員雇用。世の中そんなに危ない。プロ野球協会スポーツの会社も、その頃からもう絶対関わってて、それもうスポーツ、もうプロスポーツ業界もう知ってたから、もうほとんどもうそれ認知して、もうある程度のところテレビも僕の名刺を出して公開して。ね、集英社とか週刊少年ジャンプとかね、もういろんなところを僕と一緒にくっついて軸にして、はい行動っていうことで海外にいろいろ売り出したんです。それなかったら、海外マーケット広げなかったら、数百万枚もアルバムなんか絶対無理だから、それはさすがに阪神淡路大震災被災者助けるっていう話で、僕、1円も本当にもらったことないから、だから僕がもうほとんどね、もう、もう22、23の頃も、もうその辺の人間、もう仕事場でね、その結婚話の話で、仕事中ですよ、5分間ぐらいとか話して、また数ヶ月後とか数年後に勤務地が変わったりとかね、そういう場所に急に現れて、急にその話をし始めて、誰だって。え、誰だっけって。お前、いや、君何歳って。で、年下になるでしょ。いや、お前、ここで働いたことないやろって。もう不審の疑いの目を。話進むわけがない。でも。そうそう、その米倉涼子さんとかもそう、藤原紀子さんもそう、藤原紀子さんは親戚のうちで、僕は子供の頃には会ってるんですよね。で、神戸市北区の、神和女子大学、あの親と名をむの和と書いて、神和女子大学なのか、神和、神和なんか言ってたらどうする、漢字で見せなかった。で、神様の話も。神話かと絶対バカにされる女性で大学そんなことに勉強にお金、大学なんかお金使ってどうすんのって、さっき法律が覚えてからやでってあっちもこっちもよく分かってない人たち、ちょっと話したらすぐ分かるから、分かってないことが。で、いやもう本当、もう建設業界にいて、もうこの間、業務スーパーの建設工事してた人も、精神病院に僕が入院させられた時に入れられた経験がある人で、多分末端の人、その人を盾に使ってきた。だからその人は絶対責任者じゃないから、年齢とか見たら分かるから。だからね、この世の中、想像以上になぜこんなにダーティーな世界が広がってるかっていったら、1956年に売春防止がやっと出来上がった方。それまで、その数年後まで、ね、レイプシーンとか平気でテレビ放送してた時代だったから、もう上から下まで一般人までみんな頭くるくるパーしていいことと悪いことの区別全然使えないんですよ、ばっかり。道理で第二次世界大戦の頃、神風特攻隊とかさせたわけやっていうことになってくるんですよ。ね、二十歳ぐらいの人間させるんですよ。むちゃくちゃでしょ。していいことと悪いことの区別が全然ついてない社会、そりゃそうなるわってね。はあ、もう芸能界の人間もテレビ出たら稼げると商業権利を感じる。もともとジャニーズのスマップさんとか売れたでしょ。あれもともとその前のね、少年隊とか
その次に光源氏っていう人たちが出てきて、僕より年上の人ですね。で、少年隊ももともと3人でしょ。そんな大きな事業規模じゃないんですよ。もともと出だしっていうのは、第二次世界大戦が1946年ぐらいだったじゃないですか。もうその前から結構戦争してましたけども。まあもう、そんな日本中焼け野原になって、そんなみんな大体1からのスタートみたいな形になってるから、で、そのジャニーズも本当はジャパニーズ。一文字取ってる方、もう芸能界もともとそれするから、本当に一文字飛ばしとか、北斗の拳の歌、最初の1曲目の最初のところは、You are shock ってちゃんと言ってるんですよ。だけども、その、なんて言ったんですかね、その、2番目また、また、You are shock って言わないんですけど、You are shock って絶対言ってないでしょ、それ。それ、愛が落ちてくると、ね、ガンダムの第1話、空が落ちてくるあったでしょ。それ、ずっと、もうみんな何かコラボで。どうにかしようとしてた。そう、本当にもうみんな意図的に本当に言ってるから。で、たまにテレビでその辺の話は本当にするときあるんですけども、その辺の話だけでもこんなにチャンネルあったら、いつそんな本当の話してるかわからないでしょ、みんな。だからその情報みんな聞き逃してるだけで、昔から本当にそうだから。だからもともと昔は娯楽とかあんまりなかったから、今でこそゲームとかいっぱいあるけども。だけども、昔は特に野球ぐらいだったから、サイヤング最も若いで、神がかり的な力で、その、サイヤング賞を取った人、あの人も、若返らせてもらった方、神がかり的な力で。それ分かってる人と分かってない人、神がかり的な力のところが、分かってる人と分かってない人全然違うから、で、雷とかも、もうあの人たちも、丸分かりね。大体今年の天気、東京都上空とか、その周りに雷、大体叱られるの、何でも物事決めてると。で、いろいろ本当のことを言っていって、その後の、あのような人たちにも多分通ずるものがあるんでしょうね。音声聞いてるか何か、もうよくわかんないですよ、本当に僕だって。こっちが聞きたいぐらいなんか。だけど大体わかるから、宝塚三田病院っていう精神病院ね、通院無理させ始めて、治療の必要があるとか言い始めて、もう言ったらわかります。宝塚三田病院、真上だけ、雷だって、ちゃんと光ってるから。本当にね、もう、大体精神病院の医者になる人間って、元警察官とかでいろいろ見つかって、本当のことはバレたりして、で、なってるから。で、もう、地元で一緒に仕事場で働いた、上司として入ってきた、警察官とか、労働基準法やつ。で、僕にね、いろいろ喧嘩をかけてくる奴らとかいて、僕も気持ちで急に殴られたりとか、いっぱいあるんです、今まで。ものすごい腕力してるやつで、骨の間に指入れてきたりとか、だからそれをバキとかで書き始めて、だから骨の間に指入れられたのが、僕は22、3、それぐらいの頃で、本当ややこしい奴らが会社まで喧嘩売りに来ていて、で、人生一回だけ、もう僕も、まあそこは正当防衛で突っぱねますけども、殴ってしまったことがあって、その僕の家族まで脱がすなのなんだの言い始めて、男2人、また2人組なんですよ。もういつも1人で言おう、もの言わん。名前と住所、電話番号明かして、ね、もう言ってみろよって、喧嘩なしでって。そっからや、大人のルールは法律で。で、もうそこまで言いに来た。だからこっちはもうエロ業界鬱陶しいで、もういろいろあるんだ。そのベルセルクについてのところ、ベルセルクについてのところ見てもらったらわかるから、もう漫画業界ともかかった、本当は大変で、そのいろんな話をしたときにね、集英社さんのワンピースに関しては、その辺大事、デリケートに扱ってくれてるんですけども、あれね、ルフィの兄の、もう大体もう全部僕みたいに見えてくるんですけど、登場人物。だから、サンジだって、ね、レストランのコックでしょ。僕も、ウルツラパークのレストランカトリアで店長していて、朝食、お客様の数少ない時、和食も洋食も、前日の日にね、まあ、
奥さんの方で、まあ、料理人の方で、その仕込みをしといてもらってね、朝6時に出勤して和食と洋食行ったり来たりして、もう両方料理作りながら前にスタンバイするんです。1時間半でできるんですよ。あのだいたいヒルトンのその王将で働いてた人間だったらちょっと話しとるって申し訳ないんですけども、そのヒルトンの王朝とかだったら、ランナーから、まあ、みんな大体最初始めるんですけども、いきなりオーダーテイクは無理かって、どれぐらい無理かって言ったら、わかりますかね、見えにくいかな、中国のこれ、オーダーテイク。わかります？これね、あの、まあ、ここまでね、あの、まあ、これ10番。もうこれもう枚数いっぱいあるでしょ。これでもうあんまりもうこれだけだったらもう大体でいいですか。もう信じてくれたらいいです。一応80何番で終わってますけども、本当は100何番、いつまでか家の中からなくなってる。ちょ話し合いでちゃんと決まってたから、別に公開してくれたらええからって、従業員で新しく入ってきたやつはそれ見て覚えてくれたらええから、そういう話になってるっていうことで、なんで家の中から消えていくねんっていう話で、本当にあの警察官とかとも話間違えて身勝手に家宅捜索して勝手に持っていったら、本当は裁判所の裁判官の家宅捜索の令状が出てからなんですよ、本当に。で、緊急性があるときだけ、警察官のどれぐらいの階級の人かな、まあ、かなり上の方の階級の人からの、その、状況判断で指示出して、まあ、巡査や巡査部長とか、まあ、中には警防とか、まあ、現場にいてる人たちがその場に突入するっていうことはあるんですけど、それしたら、本当僕の件で警察官もいられてるから、精神これが本当の話。もうまだ正常化の道のりもまだ遠いんですよ、本当に。この世の中、本当にもうどこに、で、警察官が警察手帳を見せてきた時にその名前が本当かどうかわからないですからね。あのね、あの警察官も、あの自分の実名を、拒んで偽名使ってるケースがあるんですよ、警察手帳で。それ本当は絶対してあかんのですよ。それバレたらもうあの警察官の制服をお取り上げなんですよ。警察官の制服をお取り上げの人は、だ民間人にも逮捕権があるから逮捕してるの方の話なんですよ。で、あと警察官への引き渡しの方で、テレビのドラマばっかり見てる人はそれはよく分かってないので、警察官でもそれをよく分かってない人は本当にいるから、警察手帳があるって見せてきて分かってるからって。だからあの本名は違う名前名乗っていて、まあ弁護士としてテレビに出たりしていて、永田っていう名称を出してきた人は、永田町のをしたことだから、言ったことだからっていうことで、永田っていう名前で、あの、出てきてる人で、あのね、いや警察官からもそれ聞いた。で、本名は違う名前。だからこの間まで野中悟工藤会っていう話あったでしょ。あれ野村証券の野村総裁顔だいぶ、あの野村総裁の時と野中悟の時顔違うんですけど、人間顔変わるから、それぐらいのことはあの神がかり的な力の使いであるんだなっていうことぐらい、あの理解しておいてもらって、あの顔については僕のホームページ荒井圭介の駅の下の方にちゃんと僕の運転免許証とあのマイナンバーカードでマイナンバーカードの時はかなり変な顔をで撮影された時なんですね。で、その辺のところで、だからスーパーコンピューターとかも神がかり的な力が使えていて、だからスポーツの勝ち負けでも得点を、身勝手に差配したりしてる部分があって、で、それが現実なんですよ。だから天の神様が見てるっていう話。だからこの間のニュース、ここ最近、まあもう一度、2023年の10月30日ですけども、ここ2日前ぐらいですかね、あの流れたのは李克強首相が死去されたと、死亡したと。死去とは言ってなかったです。死亡ですね。わからないです、あの言い方。いや、死んだことになって、生きていて、まだどこかで働き始めるケースとかもあるから。いや、もう何理由かわからないんですよ。もしかしたら李克強さんも、あの昔フルーツラパークで僕に会ったことがある方の人かもしれないんですよ。だから、
いや、だから それはそれで、そのね、べっこうさんのそのお金の支払いを、事業計画、本当は著作権法の、あの、プログラムっていうのは、プログラムっていうのを、あの、運動会の時にもらったでしょ？あれは計画なんです。計画のことをプログラムっていう。で、事業計画だから。だから株何パーセントか分けてもらうとか、そういう話とかのはずなんですよ、正常なところではね。例えば、権利物の権利でいくと、まあ 2.5% だとか、まあ、いくらでもそれぐらいの権利はっていうんで、まあ、あるとは思うんですよ。だから、それは最終的に裁判官がいろんな状況をお互いがいろいろ言ったときに、まあ、何パーセントぐらいが妥当なのかとか、そういう話になるのか、2.5 の固定のままでいくのか。グレイさんの、グレイのメンバー、あの人たちも僕のことよく知ってますけども、まあ、裁判だったらその 2.5%、一人一人。ベースもギターも、ボーカルも、まあ、ギターも、まあ、ギターの方が2人いらっしゃるじゃないですか。グレイさんの場合。だから、まあ、トータルで、4人で、ちょうど 10%。だから、まあ、そういうような仕組みで、ね、あの、権利物って動いてるんで、で、まあ、それはすごく貴重な、あの、そういう裁判の、その判例がなかったらね、みんな、あの、物事は固まらないでしょ。あの人はああ言ってる、この人はああ言ってるがあるから。だからその辺の部分で、だから最初の頃はみんなね、1割とか、販売価格の1割とか、テレビ出て、まあグレイの皆さんとか言ってたんですけども、まあ、それ4人編成のバンドの人たちがみんな1割1割って、俺らが言うわ。3人編成の人が言った。ね、言いにくいでしょ、7.5% って。向こうは1割って言って、こっちは 7.5% って。1人当たりが 2.5% の話を誰かが言わなかった。あっちはこう言ってる、こっちはこう言ってるって。嘘は言ってなくても、聞いてる方は混乱するでしょ？だからその辺のところで、で、結局ね、その、僕の話に戻しますけども、赤坂御所の方にも歩いて行き始めたんですよ。皇居のすぐ前だって、これか結構皇居になってめちゃくちゃ遠かって。もう赤坂御所行ったらええかって、もうそこまで話通ってるんだから大丈夫だって思って行ったんですよ。そしたら、入り口がどこかよくわかんない。ぐるーっと一瞬その頃にはもう両腕しびれてきて、それも神がかり的な力の方、腕の血液とか取られると神がかり的な力でしびれるんですよ。で、足とかいろんな体の部位によって違いますよ。ピンポイント腕のここで、なんか僕が悪いことしたせいにして捕まえられるようにみたいな形で、なんか僕を逃げたこととか僕のせいに全部してくる一部の勢力はいて、なんかそうそう、一応ね、その、赤坂御所の、こう、もうぐるっと回ったところの門があるんですけども、もうそれはもう多分、一瞬、10キロくらい歩いてるんじゃないか。本当、皇居だけでも広いの。めちゃくちゃ広いの。ぐるっと一周って。で、ここも塞がってるからって、その、門の向こうでね、鉄格子の向こうで警察官の人が言ってくれる、二人。組の人で、もう一人は、もうその鉄格子から手前にいて、いろいろメモしてくれてるんですけども、僕のことをね、一応、ここに来たとことを、僕らの方で聞いとくわって言って、そうじゃなかったら来たことの、その、っていうね、本当に来たのかどうかとか。その時僕も、お金ないから、ね、食料、朝ごはん食べた後、パンをカバンに入れてね、で、来て、で、15時に行きますって言ってたから、で、15時に皇居の前行っていて、まあ、ちょっと前ぐらいに。で、まあ、途中で、その、力添えの言葉をかけてくれる人たちもいましたよ。で、もうちょっとでたどり着けるぞとか、そういうふうなことを。で、僕の苦労を知ってる人。で、もうぐるっと一緒に回って入り口どこか分かんなく、もう泣き入って、もうとにかくまず飯食わしてくれの状態。いや、こんなところでパン食べ始めてもあれだし、もうどっか飲食店、どっかないかな、どっかないかな、やっと吉野家さん見つけて
それで16時もう17時かな、もう15時ぐらいに参ってるからもう相当時間かかって、お飯食ってそのまま帰ってきて、でもうあの時車回してもらったらよかった、もういろいろ考えるから、テレビ局のその悪い遊びというか変な映し方、テレビの一部分だけを切り取った放送皇居の前まで行ってエネルギーの残存量問題の話した車に乗せてもらってるとかどうとでも言えるでしょ、それも警戒のうちに入ってるから気遣いでもそうなるんですよ、歩いていかなダメだなっていうところで、で答え間違えてもだかなと思って、で、2019年の今度、11月の30日からテレビ朝日に行くからって、古舘一郎さんか宇賀なつみか来てほしいっていうこと、もともと僕はね古舘一郎さんに会いに行って、宇賀なつみが桃田に出てきて、で宇賀なつみも子供の頃に会いに来た人間だってもう忘れていて、何回も来ていて、ちょっとねこれね多くの人はびっくりするかもしれませんけども、浜崎あゆみなんか僕は小学生の頃東山小学校で、今の現在名称、夢の小学校神戸市兵庫区東山町にあった小学校で、小学校6年生の頃に、確か僕より2歳年下だったと思うんですけども、廊下が部屋の前から2番目に座ってたことがあって、その頃から髪がそって、うわ、いきなりお洋服したやつがおるしかも車、明らかに普段おらんやつ、座っと。それこそジョジョの君冒険のサウワー時元これね、それ採用される前にもうそのからかもその話から出来上がってたんですよ、本当にどこまで信じてくれるか分かりませんけども、でその後僕と友達主人公のそんな強い敵キャラクターが出てきたらどうするってもうディオが使うでええやろ、決着つけなあかんしって、ジョースター家の決闘主人公も五分五分の話、時間止めれる正当防衛、あとから長い時間主人公の止めれるじゃあね、みんなこの話なかったら真面目に見て驚いちゃうでしょ、本当のその話とか言いなくして、いや空条上太郎のところあれと思わんしね、法律を1条2条とかのあのちょっぶっ飛ばしてるか過剰防衛ばっかり、まあ、先に相手が集団の場合は集団暴行の方が絶対罪重いから、ある程度その抵抗しなかったら本当に昔は大変なことになってたからあれなんですけども、いつも主人公の方が主仲間を上でもうこれ最初か名前でわかるしといた方がもう本当の話で出てきたら出てきたで、もう全部ねもう笑い話になっちゃうんでしょ、漫画はどこまで漫画やあーごめんなさいね、だから、いろいろね、正直責任のたらい回しになってるのが何なのか、僕もよくわからない。で、とにかく岸田さんも会うって言ってるから、今年の12月28日に皇居にたどり着いて、成人さんも会うって、多分、彼に見せますっていうことを、インドネシアに、訪問された時に、現地で買った、あの、僕も若いんだアロハシャツを買ってしまった方こんな派手なの着てたら、誤解されるでいろんな意味で会社の人は僕中型のオートバイとか乗ってたからいろんなに誤解されもう本当オートバイなんか買わない方がいい、絶対もう買った方が負け、後から気がつきましたよ、右足開放骨折したから、本当は挑発行為いろいろ言われてきて、で事故して、でそのまたそいつはねよくわからんくせにしゃしゃり出てきて年上で、またそいつも髪の毛染めてるやつ
ヤンキーが、ここの会社で増えていきよう。お断りだったはずなのに、って。ちゃんとポートピアホテルなんかはね、あの神戸市にあるんですけども、ポートピアアイランド、ポートピアランドかな、ポートピア、ポートピアっていうところがあって、そこにポートピアホテルっていうホテルがあるんですけども、そこの、人材派遣のその受付の、まあ、管理してる、出品してきた時に、ちゃんと名前チェックするところの人は、硬い人で髪の毛染めてる人間はその場ですぐに帰らせてたんですよ。いや、海洋犬もやんだから。いや、ほんとほんと。だからもうそれで僕もこの間文部科学大臣を下ろしましたから。女性で髪の毛染めてた人いたでしょ。もう僕も名前覚える気ないから、そんなしょうもない人間。もう1ヶ月ぐらい前から YouTube で言ってるから。もう、請願書による陳情でって。もう下ろしてくださいって。無理だからって。あんた舐めてんのって。海洋犬法すら守れんような人間が何千、文部科学大臣になれんのって。教育委員会の長でしょって。みんなに髪の毛染めちゃダメだって言ってた人間が、なぜ髪の毛染めてる人間はそんな立場で何千万円ももらえるんだって。世の中はあんま見んなよっていうことで、すぐに下ろしました。今ね、いろんなこと説明していて、その、じゃあ、11月、もう聞いてる方の話、徐々に見ようなの。いや、僕の人生もかなり奇妙な冒険になって、もう多分もうみんなそうだと思いますよ。もうこんなに社会めちゃくちゃだったら、もうみんな自分の人生が奇妙な冒険になると思います。それがむしろ普通だと思いますよ。で、ごめんなさい、どうしましょう、どちらの話いきましょう。ジョジョの奇妙な冒険の話ちょっとだけしましょうか。ディオが途中から劣勢になって逃げ出そうとして、マンホールを開けた。九条丈太郎がそこに入って、いや、スポーツの箇所入ってる入ってないな、それされたらもうめちゃくちゃ笑うでしょ。ヤロスとかの方の意味でね、ちょっとここはマインです、確か丈太郎って身長190何センチ、約2メートルだ。そもそもマンホール肩がつっかえ、ああ、ごめんなさいね、ほんと。今この話を聞いて、もう一回、一日中笑い転げるかもしれない。いろんなところに気づきますから、もともとの話いっぱい全部出されて、それちゃんと思って、見たらもう、笑い転げる。一巻読み終わるのに1時間かかったりします。今でこそ集英社さんとかある程度の純利益、たまにね、僕もウィキペディアの情報がね、どこからどこまで本当なんだろうってね、もうちょっと今涙出てるんですけども、情報が何だかわからない。そう、上乗せの話行こうという声が聞こえてきた。一応行きますね。その、2019年。で、うん、上乗せに、アナウンサーいますかということで、確かその時13時、テレビ朝日の、まあ、入り口というか、受付というか、行った時にね、電車降りた時の、あれどこだったかな、名称も忘れてしまったんですけども、JR じゃないです。JR か。新幹線じゃない、新幹線じゃなくて JR で、どこかの駅で降りて、乗り継ぎのところで、目の10メートル前に、どうやら岡田積らしき人物がいて、急にそんなところにいるってわからなくて、父親らしき人物と喋っていて、その声で、どん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 先行くんですよ。分かっているんだったら声をかけるはずだから、とか言って、その、後ろを振り返ろうとしない。分かる。向こうも何理由で、その、どちらかというと、話し合いを拒んでるように、
だから昔からの話で、これ一体どうなってんのって、もともと君のその親戚のお姉さんか誰か、裁判官でいなかったって、その裁判官調停で僕が調停し始めた時、僕の方に裁判所の気持ち悪い人たちが二人援護入ってくれて、叱ってくれてるから、その人、裁判官なのに、僕の人生で初めて裁判官で髪の毛染めてるのを見たことありました、その人。確か名前ウガだと思います。その援護に入ってくれた人たちは裁判所で勤務していたりとか、強い人たちで、まあこれはもう、まあ、遠い方はもう、まあ、別にもう確認しなくていいと思いますよ。神戸市兵庫区の、神戸電鉄港川駅を降りて、まあちょっと北の方へ歩いていったら、まあ学校、左手に学校があって、それをあの通り過ぎたところぐらいに、船井電機っていうところがあるんですよ。その手前に老朽化してほったらかしになってた家屋があったんですけども、うん、その商店の後、その二人は、その建物を重機なしで、その、俺たちだったらこういう方法で解体するけどって、父親の介護でね、そこの家、その前を通った時、その二人、建物を解体していて、ガソリン使わないんで、ものすごく強い二人。だからもうその頃から、あ、二刀流いけるなみたいな。僕もそうだったから、その力仕事もしていたし、手話株式会社の方で中身入った東洋館4館同時に持ち上げてましたから、だからその仕事はね、基本的に身長180センチ以下の人じゃないとまず売れてこれね。その当時ですよ、その当時に年末とか1万リットル売れるところは売れてたんですよ。めちゃくちゃきつかったから、本当に一日中ウェイトトレーニングしてるようなもので、そのもうタンクローリーに飛び乗るんですよ。絶対頭がぶつけるんです。だから身長270センチの人間じゃない、いつでも問題だって。正直身長170センチ以上の人間は、僕は頭ぶつけたことなかったと思うんですけども、あの同僚の人間でぶつけた人間もいましたね。ファンなし、ほんと飛び飛びになって申し訳ないんですけど、だから僕30歳で弁護士さんなしで裁判勝ってるし、あ、まあ近い仕事でね、かなり筋肉とかも体も鍛えたことがあるから、だからまあ野球のことも詳しいし、元野球部で、で、まあ、大谷翔平に二刀流進めたりだとか、あ、彼ならできるだろうなって、継続は力なり、両方ずっと続けていれば、打ち方とか覚えれるから、プロの入って球慣れたら、あとは選球眼とかですから、大事なのは、で絶対足が速い方がいいと、まあ姿勢も高いし、一歩一歩がやっぱり幅広いから絶対足速いんですよ、身長110センチ台の方、人の方が。本当にあと太ってるかどうかだから、いや本当にね、ちゃんと金本監督の頃から阪神タイガース大山選手獲得してもらったりだとか、もう絶対足の速い 1,2 番がいるということで、近本選手とか中野選手とか、しっかり育ててくれてと、まあ、佐藤寺木選手も、確かに兵庫県の人間だったと思うんですよ、兵庫県の高校出身かな、うん、で話ごめんなさい、だいぶそう、そう、話すみの話がだいぶそう、そう、テレビ朝日の受付行ったら、受付にいたのが真子さんだったんですよね。私たちの電話番号、私の電話番号だったら教えますけど、で私たちの電話番号を知っておいた方がいいですよとか言ってくるんですけども、目の前に大きな、めちゃくちゃ大きな、幅はね、10メートルはないかな、10メートルはなくても5メートルぐらいで、高さが、横が5メートルぐらいで、縦が2メートルぐらいで、めちゃくちゃ大きい、テレビがめちゃくちゃ大きいボリュームで、ギャン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 、スマップの中井さんの、それも僕は提案した、もう本当ジャニーズも一回ちょっと報道と関わってなかったら、いろんな部分で、わかんないことだらけになるから、ただでさえ普通に見てたらわからないのに、余計混乱させられるのに、それで、東山さんにも、番組提案して、テレビ朝日に、ね、で、ああいうふうに番組についてもらって、結局、あとはジャニーズの後始末。だから、ああいうふうな形式って、途中で、学校とか開いたりとかね、月謝払ってもらって、ジャニーズジュニアとか絶対やったらダメなんですよ。後で揉めるから。
それがもともと沖縄のアクターズスクールっていうところで、安室奈美恵さんとか、本当は向こうの方知ってるはずなんだけど、気がついたら僕と同い年みたいな設定、ウィキペディアの内容変わってるから、これ本当にみんな全員、もう試合しか分からへんから、本当のことなんか。で、スピードとか出てきたでしょ、沖縄のアクターズスクールっていう芸能界専門学校みたいなところがあったらしいんですよ。で、その後、次が次へと沖縄の人が、ね、テレビ局で仕事もらえるかってそんな甘い話ないでしょ。月謝とか学費払ってるでしょ。もうその地域の人とめちゃくちゃ揉めるじゃないですか。テレビ局でデビューさせてもらえるっていう話だったから、あのここに通わせたんですよ、もう何十万と払ってるんですよっていう、そのね、あの記者会見だったか何だか忘れましたけど、もう同じことずっとみんな繰り返してるんです。ちゃんとニュース見てこれしたらああなるなっていうような形を絶対見ておかなきゃならない。どう考えてもジャニーズ途中からそう最スマップさんぐらいのところで立て直したんですよ本当に。光源氏さんの頃で一回倒産してるからひどい挑発行為ローラースケートとか調子乗った歌詞の曲を歌ってるほとんどの人がね、その頃の光源氏さんって二十歳代、25歳前後ぐらいでしょ？っていうことはほとんどの人は年上ですよ。その人たちは。そんな調子乗ったか髪の毛染めたら、ローラース、激怒されるから。特に大手メーカーで、まあ、その頃だったらパートタイマーとかでこうね、あの非正規雇用と呼ばれる人たちで、まあその後のパターンは人材派遣会社の人たちですよ。昭和63年人材派遣業法で、その解雇された人たちの怒り、そのテレビ局にスポンサー料金払わんかったらこっち側だってまだまだ会社に残ってしっかり給料もらえてたのにっていう人たちを全員怒りに火をつけた。一回そのジャニーズの方も本当は一回その頃倒産したはず。先ほどの続きですけども、まあとにもかくにも、まあ眞子さまのそのが受付にいて、その後だからうがなすみが出てくるんですけども、まず受付にいたのが眞子さまだって分かんなかったんですよ。ある程度顔変わったり綺麗になったり、顔綺麗にしてテレビ出たりしてまたテレビ局の悪い冗談だって思って秋篠宮家の真帆ですけどもって普通に笑顔で言ってくれたんですけども、僕もう7怒りゲージがあったとしたら7割目くらい、またテレビ局が証拠にもなく誰の提案でいっぱいいろんな高視聴率の番組出来上がってって、もう思いっきりもうそこ言いたくなって落ち着いてみたらどうやら本当に眞子さまだったそこで僕はね、その時に何って言ってしまったか覚えてないやらかしてしまったただ話していた様子では、その河川水門開閉式ダム発電とかね、地下水流トンネル発電とか、その辺の詳細とかはもうよく分かってない、完全に誰もちゃんと伝えてない状態で、まあ、かまど発電ところもよく分かってなかったと思いますね。あとマグマ発電とか、そのマグマ発電っていうものは基本的に、まあ、例えば九州の南の方だったら地下300メートルぐらいであるんですよ、マグマ層とか。だからそういったところで、夜にね、原発ってずっと電力を作りっぱなしで稼働させてるんですけども、夜って電力使用量全然違うじゃないですか。だからその電力でほっといて、でいざとなったらマグマ発電で昼間に電力がいるときに、たくさんいるとき、例えば夏場とか冬場、真冬の時とか、使用して発電して、でその中で、融解した金属とかが混ざっていたら日本国内でも金属採掘できますよねっていうアイデアなんですよ。で、うん、まあそういった話も全然伝わってなくて、で、宇賀なつみが、奥から出てきて、なんか向こうもなんか恐る恐るみたいな感じになってるんですよ。どう考えてもその話、淡路大震災の被災者の話ね。で、先々の先輩たちは30歳ぐらいでどんどんほっといて結婚していくでしょう。その話を思って。めっちゃくちゃいたから、2002年サンパレス六甲で勤務してた時にアナウンサーだけで20人ぐらい現れて
もう覚えてないから、ちょっとやそっとしゃべったら、コロ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 入れから。無理やからそんなんで。それでね、その、まあ、ジョジョの奇妙な話の冒険でね、同級生で、その、森っていう名前だね。またこういうな。まあ、練習が分かってるから。多分妹が深田恭子だと思うんですね。じゃあ、あんまりはみんなね、あの、テレビ出るイコール大金持ちの話が、プロ野球業界の、あの、よくわからん、あの、年俸の話と、嘘をテレビ局が言って、平気で言ってる時点で、みんな本当は気がついた方がいい。多分、あの年俸の金額は嘘だと思います。どう考えても。ね、総理ですら、期間限定の総理ですら、ね、そういう金額で収まってるのに、ですよ。で、僕は子供の頃って、なんか、落合さんが、三冠を獲得した時、1億円ぐらいの価値があるとかいうような形で、新聞にそういうような記事が出始めたんですよ。僕はその頃もあんまりそういうふうなお金のところなんか、よくわかってない。もちろん小学生とかの頃だから。それがいつの間にか、1億は1億5000になり、2億になり、トトクジのことなのか何なのか、だんだんもうみんなよくわからなくなってきてるでしょ。で、その辺の話がごっちゃになって、テレビ出るイコール、稼げる話と勘違いしてるでしょ。あんなところ出て、例えば歌手とかですよ、バンドとか、売れない曲、今、ダウンロードの数見たことあります？1週間のダウンロード数、1位、千何百曲とか、2000曲とか、それぐらい。それで1位。かける200円とか300円、全然大した利益。どっかで働きながら。で、それテレビ出演と、あとライブとか、あと、まあ、YouTube とかね、それであとなんとかするしかないの。だから、集英社さんが今、その、僕、ウィキペディア、どこからどこが本当のことがよくわかんないんですよ。だから、あの、嘘まじりの世界が本当に広がってるから、みんなそれ、もう本当に書類見なかったらわからへんから、っていうことで、そう話ちゃんとくくってなかったら、本気で相手の言ってることが本当、伝言ゲームみたいな形で聞いちゃうから、で、間で、その、誤作動が発生したり、あの、多分こう聞いたはずとか、多分こうのはずみたいなのが入ってきてしまってるのか、あのね、集英社さんの純利益2000何百億円って、それはすごいことなんですけども、え、本当にあるって僕も正直思うんですよ。皆さんどう思います？ジャンプとか買ってる人見たことあります？電車の中とか。もう今いないでしょ？あの、ジャンプマガジンサンデーとか広げてる人。昔からチャンピオンなんかまずない。本当に。たまに、その人口密集地帯の神戸市の地下鉄とか、まあ JR とかで、まあ昔、ああいうふうな週刊誌広げてる人たちとか、見てる人、見かけたことはあります。そこそこ。単行本さえもみんな広げてるところ見たことないでしょ？漫画の。ね？っていうことは、もしあったとするのであれば、あったとするのであればで、ですよ。ゲーム業界の、例えば、集英社さんだったら、ワンピースとか、ナルトとか、ああいうふうな、世界的に、ある程度知名度が通っているゲームを世界に売って、その著作権料の、その、多分その辺あたりは、多分 2.5% の方だと思うんですけども、だと思いますよ。まあ、そこ、よく聞いてみなかったら、契約書の話とか、いろいろあるから、よくわからない分はよくわからないとしか僕も言えないです。まあ、なぜ一応、ウィキペディアで、その、集英社さんの純利益が、いや、だから、何回考えても本当かなの話になるんですよ。みんな思うでしょ。で、発行部数とか、単行本だけでしたっけ？で、もちろんこれは電子書籍ありですよねっていうことになるんですよ。で、最悪これ、ワンピースって100何十巻あるから、それは発行部数が、それは、知名度的にもね、その内容は面白いの部分でも一致して自分で見てみなかった。内容がこれ、今までの、最近もうちょっと、もう正直な、一、ね、その、お金払って見たんだから、それある程度評価、ね、言っていいと思うんですよ。で、言うしかないと思うんですよ、本当のこと。早々のフリーレンっていうものを、この間ちょっと借りてみたんですよ。自分も、ちゃんと前までですよ。トップガンマーヴェリックも買って。
作ってもらった作品、ちゃんとマイマネーで自分でお金出して、もうほとんど確認作業だから、エネルギーの無駄遣いしてないか。ちゃんと合成グラフィックかどうかと、あ、ちゃんと昔の一回撮影した映像、ちゃんと次はぎで作ってる。ごめんなさいね、違う話が次々入ってきて。トップガンマーヴェリックから笑うとこ。アメフトだかラグビーだかよくわかんない、多分アメフトの方だと思う。いや正直あのヘルメットとあの何ていうんですか、あのプロテクターつけてなかったら ボール似てるでしょ。アメフトしてんのかラグビーしてこう投げ方とか似てるじゃないですか。わからんようなんでしょ。で笑うところどちらでボール3つ使ってる。そういえばそれ言ったことはそんなやんちゃな映画作ってたんだって、みんなに勘違いされた、怒られるからって、ガソリンの無駄遣いでって戦闘機飛ばしてるとちょっとみんな笑わんと、なんかアメフトボール3つどうなるか海岸だし。ごめんなさい、皆さん。もう僕も最後の早送り見たか。それも時間軸、まあ、時間軸はね、つながって、トップガンのマーヴェリックの役をしていた人はトム・クルーズだ。トム・クルーズさんと、まあ、意思疎通とか、他の出演者の人たちとある程度はしていて、うん、まあ正直あの前にメモがなかったらどうせ僕から届いた言葉もう分かるでしょ。1ヶ月も仕事忙しかった、忘れるでしょ。なんかね、まあその行動ね、まあ最初の方でね、もう一番最初のシーンはちょっと今トップガンマーヴェリック忘れないうちにもうレンタル返したからちょっと忘れないうちに話しておきたいんですけど、一番最初のところもう大笑いするし、主人公が飛行機の格納庫、戦闘機の格納庫、いわゆるもうどこからどこまで本当なのか僕分からないんですけど、ハンガーって呼ばれる。その話を、ハンガーで英語合ってます？本当はどっか別の口の言葉ぶら下げるでしょ。いや、戦闘機のネックレスはあんなもん歩けます？恥ずかしいでしょ。そこまでして売りたかった。いや、その首から根っこですね、その先がセット絶対そんなつけない、笑わね、在庫が持ったそのごめんなさいね、その最初のどこで笑うかのところはそこじゃなくて、主人公が飲まれ出勤すると格納庫とオートバイでしょ。もうそのくらい僕大笑いセリフなんか見てられません。そんな急いで格納庫出勤するやつおらない。しかも脳はああちゃんと駐輪場とか本当はあるはず。駐車場ああ。ごめんなさいな、話。すごいそれ。もうね、だから、もう僕もね、みんな意思疎通とかしっかり、もうそれテレビ通してする方法も本当は、みんな番組しながらだから、報道の人も。それはちょっと限界があって、結局 YouTube にアップロードしたりとか、喋ってる内容とか、ホームページにいろいろ書いたりとかして、対応してるんですけども。
いやもうエネルギーの残存量問題の話、本当にもう笑い事じゃなくて、本当にもうみんなほったらかし状態でずっと物事進んでるから。で、加古川とかの河川、撮影しに行ったら高速道路通そうとしていたし、新しく。もう神戸の方なんか高速道路湾岸線かなり延長されて、もう繋げられてしまったのかな。だから、その両方で何千億とも使われてるし、もうこの国全然物事分かってないから、もうどうしようもない。人口だって もともと数字が変だったなんて気づくのが、もう後から、まあその話も、もう正直思い出した方ですね。一回それ調査して、それ、そういえば、思い出した方だっていうことで、ホームページ淡井圭介の履歴の、一番のところ、ここをね、一番、ここを押してもらって、で、これね、結構サイバー攻撃されてます。文章があったりなかったり、出し入れ、台本されてます、本当に。で、これ全部コンピューターの AI 判断、人間が行ってない。もう人間をコントロールできなくなってる社会はだいぶ前から出来上がってる。それだけ皆さん本当によく分かっておいた方がいい。で、ここ、2023年の一時停止とかで、まあ、メモしてもらったらいいと思います。2023年の10月29日記載の、三田市の実態、本当に重要なので聞いてください。まあ、って書かれてる部分、2ですけども、その下に三田市の実態以前から言っています1とか、それ、ね、本当は家の件数が1万件あるかどうかの世界なんですよ、三田市。それで人口10万人って市が公表してしまってるんですよ。で、一応これある程度説明すると、第二次世界大戦とかでその神風特攻隊とか20歳前後の人たちまで巻き込まれていたでしょう。で、まあ、フィリピンとかインドネシアとか生かされていたでしょう。で、その現地から一応生き残ったけども、その現地で人生を全うしようとした人とかで、で、その死亡届とかはね、そこの国で死んで日本まで来るかって言ったら来ないんですよ、多分。まず間違いなく。警察官の人とかと喋っていても、公務員の人とかと喋っていても、まず、区役所の出張所の人たちとかが、市役所の人たちとの意思疎通、連絡はしっかりとできてない。昨年、神戸市では7月に、3万円の給付があったんですけども、生活保護の受付の、公職員証を持っている人、公務員の人は公職員証を持ってます。それ以外の人は人材派遣会社の人に切り替わってるんですよ。もう今もうそんな世の中で、もうみんなしっかりと物事を分かってるか分かってないか、むしろ分かってない方が、9割以上の世界で、の人たちで構成されてしまってる。3万円の給付があることを知らなかったんですよ。公職員証を持ってる生活保護の窓口の人たちが。で、他の簡単な窓口のところは人材派遣会社の人たちなんですよ。で、淡井さん、本当ですかそれって。まあ、担当の方、宮田さんっていう人なんですが、まあ、人柄良さそうな人ですよ。で、何も連絡来てないですかって、まあ、僕はね、いつ頃給付になりそうですかって、6月下旬ぐらいか7月上旬に聞きに行ったんですよ。で、上から何も情報降りてきてないんですかって、いや、全くないですって。C から何もないんですかないですって。あと、まあ、ちょっと言い訳込みで、その人おっしゃってるんだと思うんですけども、僕ニュース見ないんでとか言っていて、テレビ前からテレビのニュース、3万円の供給も日本全国で配るってちゃんと言ってるのに、あそこまではっきりした映像を総理とか言ってるのに、さすがにそれに嘘はないから。でちゃんとみんなある程度はね、ニュース、もう早送り込みでいいと思いますよ。付き合いきれない部分もあると思うんで、本当に。僕としては、戦争とかで一番きつかったのは、まあ、表立ってはウクライナとロシアの戦争っていうことになってましたけども、本当はどこの地域の戦争かわからない。で、1960年代なのか、50年代なのか、いつの頃の戦争なのかわからない映像で、現地の子供の声を、ね、時間軸を超えてスーパーコンピューターが翻訳して僕に日本語で
聞かせてくるから、その子供の声の音声でもう精神的にもきつい。で、そんなニュース見て、笑った声とか、頭の中になんか楽しいことを考えていたとして、それがその子にもし伝わってしまったら、ね、その子にとってはショックでしょ？聞こえてしまった。だから、そういう意味でも、あんまり気を抜いてテレビを見ていられる状況ではないんですよ、僕の日々ってね。で、もう見たくないみたいな気持ちもなったりとかもしますし、で、もう今更この時間軸からあなたのことは、君のことは助けられないって言ったところで、まだ子供にそんなね、時間軸超えて聞こえてくるのが、別れって言われた方が、なんて無茶苦茶なことを国は言ってくるんだぐらいにしか思わないだろうから、その現場の子はね、こんな無茶苦茶なことを仕掛けてくるのかって、もしかしたら敵国が仕掛けてきてるのかとか、そういうふうに思っちゃうでしょ。テレビで本当にややこしいニュース、もう何理由かわからないんですけども、ちょっと前なんかもう死亡事故のニュースなのに、途中でよく見たら、まあ、確か AKB だったと思うんですけど、指原っていうものがいたじゃないですか。指原の顔らしい。それ家の中に。で、その後の解説、その VTR で喋ってる人は全然涙流してないし、普通に喋っていて、なんか途中でこれ変えられてるあの部分でも、正直それ見たらもう笑っちゃうでしょ、無理でしょ、笑ってもしょうがないでしょ、本当。それ勘違いする人は勘違いしてたでしょ、昔僕の声がそのね、テレビに向かって喋ってる時の音声が聞き取れていた人たちね、笑い声とか。その気づいてる 最初の映像の顔は、もうちょっと違う顔の人なんですよ。で、それは顔が変わって指原になったのか。だから、死んだことになってテレビに出てる人も今いたから、もうわかんないの、本当に。で、多分放送してる人間たちももうわからない、同じこと何回も。その映像何回も放送してるから。はぁ、あ。だもうニュースを見るのをバカバカしくなった方がいいのか何なのか、もう全然、もうかといって給付金の話は知っておかなきゃなんないしってね、最低限それぐらい、あとはエネルギーの残存量問題も本当に、こんなに世の中めちゃくちゃだったら、本当にもうまだまだ社会なんか無理だから、その死亡届、その三田市の人口って多分3万人くらいだと思うんですよ、多くても5万人くらい。多分いないんじゃないかなって、あと神戸市北区も、先のね、人口の方のところで、記載してるんですけど、50番ぐらいかな、人口関係のところに、神戸市北区の、何々台とかが、家、何軒でって、神戸市北区のね、ところの実態を、おおよそのところで書いてるんです。だから僕たちは、秀和株式会社の仕事とかで、全部じゃないですよ、神戸市北区の。ある程度の一部のところ、ビラ撒きとかしてるから、だいたい多くても、これぐらいだろうなっていう件数が大体のところで把握できるんですよ。ある程度お客さんの数がいなかったら売れないから、ある一定の売り上げが出ないから。だから、まあ、その巡回する範囲と件数が大体一致してくるんですよ、大体どこも。だから、それで物事を、ある程度見て、計算してるんですけども、表立っては、神戸市北区の人口は22万か3万か、まあ、それぐらいなんですけども、僕の方では、住宅件数とか、だいたい、約5万件だなっていうところは、把握していて、そこから空き家を引いて、なんですよ。で、だから、海外に第二次世界大戦の頃とかに行かれて、100何歳とかで生きてるわけがなかったんですよ、きっと。だ人口表とかで、テレビの報道の人たちがですよ、喜ばしいことかのように、100歳以上の人は、7万人だとか、9万人だとかな、なんか大きい、10万人はいなかったと思うんですけども、そういうことを喜ばしそうに笑顔で言ってるんですけども、言ってる人は状況どうなってるか分かってないんですよ。帰ってこないんですよ、死亡届とか。だって現場であなたたちが、自分が区役所の人だったとしますよ。死亡届を書くのは医者なんですよ。で、死亡届が届くのは、し、あの、まあ、まあ、死亡届の紙を書くのは医者で、それを、区役所とか、まあ、区役がないところは市役所に持っていくんですけども、正直僕も軍のところわからないです。それ区役所って言ったらいいのか、何て言ったらいいのか、僕もわからないです、本当に。日本に住んでいても。
で、そうでしょう。皆さん、わからないこと結構あるでしょう。同じ日本に住んでいても。で、まあ、届け出をすると。で、これ海外でね、窓口でこう受け止めたときに、受け取り手の人は、日本人かどうかわからないじゃないですか。ね、もうそうなるでしょ。じゃあ、日本にその情報が届くかどうかって言ったら届かないじゃないですか。だから戦没者の骨を拾いに行ったりとかっていう、テレビのニュース何回か皆さん見たことあると思うんですけど、あんなことしても多分無駄だと思うんですよ。当時みんな火葬されてたわけじゃなかったでしょうし、その土葬ということで、お亡くなりになった遺体を土の中に埋めていたっていう時代もあったでしょうから、そこから出てきた本なんて、日本人かどうかなんかわかるわけないんですよ。その縁と、その戦没者の遺骨を、なんか責任問題とかね、結局、役人の人たちが責められて、それをせざるを得なくなって、してる状態で、そこに、冷静に考えた理性とかはなくなってるんですよ。そこに骨を探しに行ったところで、現地の人の骨かもしれないじゃない。もうそんなことしちゃって無駄じゃないっていうことの理性がなくなってしまってるんですよ。ただただ政府に対する、戦争に対する怒りで、ご遺族の方たちが、骨拾ってこいみたいな形になっちゃってるから。あと、遺族でもないのに、そういうふうなキャンペーンに参加してしまった人たち。で、多分その映像とかはもう二十何年前とか、もしかしたらもっと前かもしれない。で、もうそれぐらいの段階で多分もうやめてるんじゃないかなって僕は思うんですけども、テレビの放送の仕方がこれだけめちゃくちゃだともうわからない、本当に。現場見に行かないと、それこそ。いや、見にくい、ないないない、全然ない。今更思いなんか探したところでどうしようもないから。いや、だから想像以上にね、もうみんなずさんだし、その2003年に、多分エネルギーの残存量問題が解決できないから、個人情報法とか作っちゃって、人口少子化始まって、で、もう、だから、もともと、だから僕が計算したら、神戸市北区も人口多くて多分これ15万人ぐらいだなっていう計算なんですよ。で、神戸市垂水区っていうところがあるんですけども、神戸市って結構、広いんですけども、ちょっとね、まあ、こういう地図で申し訳ないんですけども、このね、ちょっと分かりにくい、まあ、大体の範囲でね、スペース的なところで見てもらったらいいと思います。ここからこういうふうな線があって、この下が兵庫区で、この下が中央区で、その隣が、灘区で、そのと、隣がひ、えー、ひ、東灘区で、この北部のところの一帯が北区で広いんですね。もう大体なんとなくでいいです。なんとなくで。ああ、北区の方がだいぶ広いんだなって。神戸市全体の3分の1ぐらいに占めてますね。まあ、それぐらい広いんですよ。まあ、こういうふうな形でね。で、垂水区はね、インターネットでは22万人とか、そういう表記がされてたんですよ、数年前に。だからそこも、そこはスペース的に見ると、これちょっといくらなんでも無理でしょうって僕は思うんですよ。で、それ警察官の方にも聞かれました。君たちから見て、まあ君でいいんだけども、本当にそんな数いると思う、垂水区って。いいですか、垂水区って、これだけ、ちょっと指で例えますね。こういう範囲です。ね。一応ここは、集合住宅はたくさんあるんですよ。集合住宅の団地、500棟以上。あ、そういうのは結構いるって思うかもしれないじゃないですか。けどね、それスマックの方とちょっとごっちゃになってると思うんですよ。この辺は、垂水区を隅々まで行ったことがないから、僕も何とも言い難くて、正直ね、パッと見ただけの地図と、あと、神戸市北区で、あのスペースで、ね、その家の件数自体が根本的に5万件ぐらいしかないし、そこを引く空き家だから、15万人いたら、
人口多い方だって僕みたいに一人暮らしの人とかいるからで、ワンルームマンションとかもあるしどう考えたってそう15万人以上いるって考える方が正直どうかしてるネッタルミクのこのスペースで22万人これここも多分数字全然違うと思いますねじゃあ神戸市の147万人っていう数字自体が大きく変わってくるとでこれ多分神戸市だけじゃなくて日本全国そうだから多分1億人いない日本人だからもう想像以上にいろんなことが、みんな常識っていうかデータがもう全然もうめちゃくちゃになっていてだから僕はなぜこんなに頑張ってるかって言ったら頼れる相手なんか見つからないんですよ本当にだから自分で考えてエネルギーの残存量問題とか解決自分で何とかしようと思ってどんな方法があるかっていうのをずっと考えてであと現地の撮影とかしに行ってまた考え方がちょっとずつ変わったりとかこういう形の方がもっと発電できるんじゃないかとかそういうふうな仕組みでまあ仕組みというかそういうふうな行動で、仕組みを考え出して、まあ、回転扉っていう発想自体は一番思いついたのはもう小学生ぐらいの頃だったと思いますよ。河川見て、大雨の日とか。で、港川の河川で、大雨の時でも水位半分まで来ることまずなかったから、あそこにね、回転扉でこれでね、静電気、摩擦、金属同士を摩擦させて静電気を発生させてるんですよ。コイルこう回転させてね。火力発電所も全部同じですよ。水蒸気発電に関しても何でも。水蒸気っていうのは火力発電に湯沸かして、その圧力鍋みたいな形でね、圧力かけて、羽をね、こう、ぐるぐるぐる回して、で、摩擦させて。で、コイルは銅で、電気の伝導率が 87% かな、97% かな、まあ、それぐらいで、とにかく電気の伝導率が一番良いと。要するに、そこで発生した静電気を回収しやすい、集めやすい金属。当たれば、金属に当たればそこに通電していく。だからそこでコイルというものが必要になってくるんですけども。まあね、だからそういうある程度の仕組みっていうのを考えていて、うん、だからまあ政治家の人として皇室の人たちにも会うようなことになったっていう形なんですね、20歳ぐらいの頃。でもこれどうしますっていう、もう26年間何にも進んでないって。もうこれね、だ僕としては経団連とかは動いてくれなかったらお金なんかあるわけないじゃないですか。ね、日本中にそんな河川水門解析だもんじゃ見たらわかるでしょ。例えば過去側にね、一つ目の門設置するだけで、あれ多分億超えるでしょ、どう考えても。10億まで行くかどうかはわからないですけども。まあそれぐらいかかるか、やっぱり地下水トンネル発電。うん、1メートルかける1メートルのそこから数百メートル作ったのと、門で、けど門は今あるものをもともと消去できるし、それをうまく達してしまえばみたいなことにもなるから、本当のところはいくらできるか分かんないんですけども、日本中に作ったらそのものすごい値段になるでしょう。特に琵琶湖はあんな、日本海のところまで掘って、まあ、それはものすごい発電できるのはまず間違いないですよ。昔のこれね、本当に今の僕 の河川水門解析ダム発電のところ、他の、動画の、YouTube の動画で、洪水のあった例、淀川とか、琵琶湖の水が溢れかえって、そこまでの、河川がね、河川が、滋賀県から京都府を通って大阪府まで続いてるんですよ。で、そこの途中がダム化されてるんですけども、ほぼなだらかな傾斜で、まあ、もう琵琶湖と繋がってるようなイメージでいいです。で、その琵琶湖の水が溢れかえって、ダムのところは満水になって、そこから、大雨なのに放水しなければならなくなったっていう形なんですよ。で、それで河川の氾濫とか昔あったと。で、それまたね、そこの河川だけじゃなくて、上流の、桂川の上流にある天若湖、天若いと書いて、泉と書いて天若湖、そこの日吉ダム、ダムと湖の名前、二つあるんですよ。
湖の名前があってダムがあるみたいな形で。で、そこのダムもね、溢れ返ってそこも放水し始めて。で、京都府の高山ダムっていうところも、大雨で、水が溢れ返りそうだったから放水始めて。もう正直ね、もっと大雨の予報出ていて、雨雲が近づいてきて、それ海岸にいる、まあ南から北に向かってだったら、ね、和歌山県の人とか分かるじゃないですか。もう双眼鏡でも、望遠鏡でも、で、天体望遠鏡で見たったらいいじゃないですか。台本遠くまで見えるんだから、あ、本当に雨降っとくわ、みたいな形、早く放水しといた方がいいで、今のうちに放水しとこうで、ね、半日ぐらいかけて先に放水しといて水位下げといて、それからダムの門閉めといてね、大雨のその溢れ返った水をこらえ切るとか、何かあったでしょう、方法っていうのが、僕から言わせてあるんですけども、まあ、とにかく、琵琶湖の水、今年10月中旬に撮影しに行って、で、夏場ね、乗り越えて、で、まだ水、80メートルを軽く超えてるから水位、満水で85メートルなんですけど、意図的にね、81メートルのところで、撮影してるところを見てもらったらわかると思うんですけども、ああいう風に、石の門を一門だけ開けていて、ずっと水を、流して、ダムまで水を供給してるみたいな形なんですよ。で、途中で濾過機があって、そこから、大阪府へ供給してるから、じゃあ、80メートルよりも高いビル、もうみんな電気で水を汲み上げてるって。もうみんな叱られる方。お前ら本当に現実分かってんのかってエレベーターまでつけて余計にエネルギー減るのに、ガスも残り49年分ガス火力発電所。で、石油に関して10年かけて先進諸国で、自然再生可能エネルギーを 10% ほど上乗せしてきて、それでやっと石油の残存量を3年引き伸ばしできただけなのに、高い建物まだ作ってた。今年大阪の高等裁判所行った時に。ビル。僕は二十歳ぐらいの頃にそれ言ったから、公営施設、ホテル、ルーツラバーグ、いろんな政府、その上層部になる人たちとか、海外の人たちとか、でそれ聞いてフランスで、キルビルって、だからビルを。まあ、その時は阪神大震災だったから、本当は先にビルを解体しての方なんですけども、あと、それプラスでエネルギーの残存量問題で、これ多分どこの国も同じだっていうことで、高いビルずっと建てる競争しとって、パッパラパワーって。あいつら国の金いくらでも使えると思ったアホみたいなことずっとしようって。ずっと高さ比べしとって。昔からバカと猿は高いところが好きだって言うだろうって、それ聞いて分かれよって、高い建物作っちゃダメだっていうことに決まってるだろうっていう話で、もうエレベーター、エレベーター、まずエレベーター絶対電力なくなるでしょ？上の方なんかもうめちゃくちゃ高いビルなんか絶対電気でどうせ汲み上げてる水。もうめちゃくちゃ話。みんなの命かかってんのに。アホばっかり。この世の中。もうはっきりも言っといた方がいい。みんな自分で勉強して、自分がしっかりするしかないんだ、この世の中、自分がどうにかするしかないんだ、ぐらいの気持ちで生きていかなかったら無理。全員がそういう気持ちで生きていかなかったら。まあ、そういう本があってね、だその、尾張さんっていう人とかに向けてのこれメッセージあるんですけども、これ本当にもうこの件も全然笑い事じゃないの、本当に。ちょっとみんなこれ分かってって、本当に。全然笑い事じゃない。本当10年後にもうガスの供給止まるかもしれんから。普通に考えて分かること。49年分しかなくて、発展途上国がまだ先進諸国化していってるとこはしていってるから、一応岸田さんには先進諸国の務めとして発展途上国には言いに行ってくださいで言いに行ってくれた方そのエネルギーは節約しなきゃなんないっていうことをそれは首脳に言いに行ってるだけでそこの国で一般人の人にちゃんとそれを向けて言ってるかどうかこれわからないだって日本で言ってないじゃないね民主主義だからっていう部分があるのかもしれないし今岸田さんが責めてるんじゃないですよシステムに問題があるんですよじゃあ立憲民主党の人たちが言ってくれましたかって言ってないでしょね誰が民主主義だったら民主主義というシステムでもう両党でそれ言ったらいいんですよきっとあと維新の会とかねみんなで言ったらいいんですよ節約しましょうってで多分ブーメランでじゃあなんであんたら万博開くねんっていうこと言われると思いますけども岸田さんもその子
俺、総理とちゃうしって、これ本音だから、これみんな分かってあげなかったら、次々総理潰されても、こっちも困るんです、世界中と。もともと外務大臣していたから、世界中の政府上層部とちゃんと会って話してきた人の方だから、その人潰されたらもう後なくなるから、本当に。本当に。そこちょっと皆さんこらえてもらって、世界中でしっかりとエネルギーの節約しましょうっていうことで、今回の話まとめさせていただきます。で、正直ね、そもそも12月28日って僕、東京行きの新幹線のチケット買わなきゃなんないでしょう。もうその時期激ゴミなんですよ、年末で。買えるかどうかわかんない。会えるかどうかの保証なんか全然ないから。で、僕生活保護だから、その、新幹線のチケット買って、往復で、まあ、最寄りのね、駅の電車とかも、その電車代とか込みで、いろいろ換算すると、やっぱり4万円ぐらいかかりますから、ご飯代とか、なかなかその日に帰ってきたとしても。一応、ご会議の人とかは、いや、ちゃんと止めてくれるって言ってるからとか、そういう話は、だいぶ前ですよ、その2019年の頃。聞いてたんですけども、いや、もうな、絶対長い話になる。状況いろいろ、説明。まあ、相手がどれぐらい物事を、よく理解できてるかって、工業高校の人間とそうじゃない人とか、だから、例えばね、ボーキサイトっていうものはアルミニウムのことなんですよ。ね、世界国勢図とかだったら、アルミニウムって限らないんですよ。ボーキサイトっていう読み方で表記されてるんですよ。だから、そのアルミニウムの融解点が、例えば660度であるとか、だから、どういうふうな金属を用いて作らなきゃならないとか、そういうような話を、専門的な話をしたときにね、聞き手の方が理解できるかどうかとか、いろいろあるんですよ、きっと。で、経団連の徳良さんとかは来てくれるわけでもなかったし、今まで。僕の家にですよ。だからこの家の横を通り過ぎて終わりって、本当それしたらあかんから、話が何にも進まなくなるから。もう絶対エネルギーの残存の問題で、これが一番最優先、本当に。まあ、スポーツで言うと阪神タイガースの日本一が、もう僕の中では一番、最優先で、もうサッカーもヴィッセル神戸も日本一で、もうその後、だいぶ数年気にしなくていいから、それで、スポーツの勝ち負けに頭かしてとか、もうそれ、あまりもう、僕の、考え方では、優勝を各球団ある程度、準備中も優勝回数を合わせていってあげる。で、そうしなかったら、経済的にも回らないから、固定資産税だけで阪神タイガースも、億超えは絶対確実だから、甲子園、土地代込みで。だから野球って、選手、監督、コーチ含めて、30人かもしくはそれ以上で移動してるじゃないですか。行ったり来たりね、日本中。交通費と、宿泊代だけでも、ものすごいかかるじゃないですか。だから、1位の球団見てるから、その満員の観客席見てるから、儲かってるって思ってるじゃないですか。その金額もね、年間シート席なんか、10万円で購入できるんですよ。全試合見れるの。っていうことは、1試合あたり、1000円ちょっとぐらいだから、いや、大体それぐらい。だから、最下位の球団なんて、8000人ぐらいとかだから、お客さん入ってる。いや、だって、正直自分がそこの球団のファンで、最下位の時見に行きます？見に行かないでしょ？正直その関係者の人たちとか、本当にその球団が好きな人とか、そういった人たちが見に行ってるから。でも、なんとなくなぜ中日が最下位になってるかわかるでしょ？ NED の残存の問題。愛知県、トヨタ。車たくさん売りすぎた。まあ、あと、それまでに、まあ、何回か優勝してる。日本一も、取ってる何回か。で、阪神タイガース、日本一、1回しか今までない。もう絶対今年、阪神タイガース。セリーグとパリーグとして見ても、どう見ても絶対今年、阪神タイガース。もうそこでごちゃごちゃ抵抗しないで、淡井さんに負担かけさせないように、もうオリックスの選手が阪神タイガースの選手に頭の中貸したらいいんですよ、本当に。プラスアルファで。今僕は頭の中取られてる。結構強烈に。
ごめんなさいね、皆さんこんな話で。まあけど、これでもね、僕もそれなりに頑張ってるんでね、その毎日日々。まあ、それで、皇居行ってみて、物事進むかどうか、いろんなこと、エネルギーの残存量問題を軸に、いろんなこと、その人口の件に関してもそうだし、本当のこと知ってなかったら、もう何もかも計算違いになってくるから、地方交付税とか、何もかも。だから、それも、だから、下心のある人間が公務員の中に混ざっていたら、その人口はまだ残ってるっていうことにして、中央からのお金を回してもらって、ヘリコプターマネーみたいな形で、ヘリコプターマネーっていうのもなんか変な言い方なんですけどね。一回テレビ局でね、ヘリコプターに乗って、そば食べに行った社長がいるとかね、それがあったんですよ。もうわかるでしょ、僕の性格を考えたら。めちゃめちゃ怒るに決まってるでしょ。まあ、一般人の人たちとかでも文句言いたくても言えなかったりするじゃないですか。言う先もないし、言葉が届くかどうかのところでね。だからたまにこういうことを言う人間が、絶対的に必要なんだと思いますよ。ただ、ああいうふうな、中日から来てくれた、その刀匠と呼ばれてた星野仙一さん、もう亡くなりになっちゃいましたけども、ああいうふうな方、阪神タイガース2003年に日本一にしてくれて、もう野村監督もお亡くなりになられて、ああいうふうに星野さんなんかは、昔巨人ばっかりが優勝していて、コンピューターによる電波での、力の搾取っていうものを巨人が一方的に行っていて、他の球団とかは偉い目に遭ってたと。もうこれは現実社会だったから、そこに人権とかなかったから、で、それに向かって立ち向かってたから、僕も男として、ああ、やっぱりすごいなって思うし、ただ、生き方のところとかは、ちょっとその時代の人だから、やっぱりちょっと、ダメだなって思う部分もあるし、ただ怒ってしまう部分は、あれ詳細聞いてみなかったらわからないんですよ。よっぽど卑怯なことを仕掛けられたのかもしれないし。ただ早死にしてるんですよね、星野さん。自分もそうさせられるのかなとか、巨大な何かと抵抗するときって、もう泣きそう、本当。なんで俺ばかりこんな目に遭うねんって、本当に。一円もでも払ってくれてない。で、現実は、女性でね、厚生年金プラス、年金プラス、国民年金基金。まあ、いろんな年金のかけ方ありますけども、その支給金額はね、一番多い、金額の層が、9万円の方たちが一番多いんですよ。その前後ですね、あとは8万円、7万円とか10万円とか、まあ、11万円以上の人はなかなかいらっしゃらない、女性で。で、男性で月15万円以上の人が50%いるかどうかなんですよ。で、それが今、年金受給されている人たちのデータであって、人材派遣業法のね、出来上がったのが昭和63年じゃないですか。で、もう政府の都合なのかな、なのかも、AI が勝手にどうせ稼働して、ああいうふうに振動で着信とかね、こうやって撮影の邪魔をしたりとか。もうこれは本当の話だから、もうだから人間が物を動かしてるのか、コンピューターを動かしてるのか、もう分からなくなってる。で、だからもう後の世代の人たちなんか、一月15万までたどり着ける人ってどれぐらいの割合になるのかなって、男性で。じゃあ女性はどうなるのって、もう正直生活保護とほとんどの人は変わりないでしょうって。だから生まれ持った家系で議員になったりだとか、大企業の役員を引き継いだりだとか、そういう人たちだけなんでしょうっていう話になるんですよ。で、かといっても、店出す話はもうなしにしてくださいね。新しく。飲食業にしても何にしても。だから百貨店とか変に、大阪、だから僕は大阪ヒルトンで働いていたのは1999年とかだったから、
阪神・淡路大震災が1995年なんですよ。でその頃あそこに 大阪の JR の駅のところに三越伊勢丹なんかなかったんですよ。人口減ってるでしょ。どこかお金流し込んでるんですよ、きっと。で阪神百貨店と阪急百貨店、阪急百貨店はその当時のままかな、どうなんだろう。阪急百貨店は一回変わったのかな、阪神百貨店は一回作り直してますね。まあ、とにもかくにもね、皆さんしっかりと、現実、理解していただいて、対応していただけたらと思います。本当、大張さん、こんなこと、こんな大嘘言われて、違うって本当に。まあ、多分さっき、まあ、一回、最初の方のところ見てもらったらわかると思うんですけど、本当。まあ、そう言われたらあかんから、そんな嘘風潮して。さすがに警報とは言いませんけども、本当ちゃんと座って見なかったら無理だから、ある程度メモしたりしなかったら長話とか、もう本当はみんなそうだから、途中で、数日数ヶ月だったらもう聞いた内容と違うこと言い始めるから、人間ってもう通りで政府の情報も人口改正めちゃくちゃだったなんて、もうみんなわかるでしょ。もう本当もうどうしましょうっていう、もう僕も本当困ってます。以上です。皆さん、チャンネル登録と、着信履歴、設定していただけたらなと思います。で、動画再生、そのライブ中継しながら、まあ、スポーツ界の人たちとかとも、経済界の人たちとも、いろいろ話したいなとも思うし、まあ、向こうは何も経済界の話しなかったとしても、まあ、スポーツ業界とかある程度、話するんじゃないかなと思うんですけどね、皆さんどう思いますみたいなところで。チャットで文章でね、受け答えできるじゃないですか。うん。まあ、音楽業界とかもそうだし、まあ、一番いらないのがね、精神病院。で、荒稼ぎしてる医者ども。あの、余計な薬売ってるところと、生産してるところ。製薬会社。とんでもない横領事件や。だからもう20年とか30年とかで通算何十億円とか何百億円とかの横領事件になるんじゃないですか。各製薬会社とか。いや、もう僕の言ってることは全部本当だから、いやもう現実を受け入れて、生きていくしかないし、そこには、ある程度、政府で、本当に政府でよく分かってない人たちがたくさん存在するっていうことを、理解した上で、進めなきゃならない。はぁ、あ。どうりで大変すぎてね、多くの人が投げ出すわけですよ。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信履歴の設定のほどよろしくお願いいたします。また、年末、行って、もし、もう、何もできそうになかったら、もう多分僕またしょんぼりして、もしか泣きながら帰ってきてると思いますね。多分、その後も何も、誰も手差し伸べるつもりないんじゃないですか。もうこの辺にしておきます。以上です。